はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。二の国コラボ来ましたね。事前のね予告通り来ました。9月1日から9月15日までイベント形式はですね、気まぐれゲート、そのまんまですね、しっかり書いてあります。だからいつものやつだよね。エスタバニア城の間、最終ステージのボスヨキがいるよ。そして清めの湖の間、獲得ワイポイントアップ。そしてエスタバニア城夜の間、こちらに強敵の春暗黒騎士がいるということで、なるほど、大体イベントのね概要は分かりました。そしてガチャですね、 U 王宮騎士が登場ということで出現率アップ。しかしこのランク Z はねいつもアップしないんだよね。良き SSS ランク、そして SS ランクベルサ、そして SS ランクのガバラス、この3体ちょっと確率見ていきましょう。ランク Z の U 王宮騎士 0.5% アップしていません。そして良き 1.0% ワンチャンあるか。そして SS ランクは 1.3%、 これはね引けそうな気がするよね。ということでこの4体が引ければ OK と。わかりました。早速ねガチャ引いていきたいと思います。ちょっとねガチャ引く前に一応ですね大森神社でお参りしておきたいと思います。まあ効果あるかないかは分かりませんけども、いつもねお参りしていて神引き最近ね調子いいんで、まあいつものように今日も神引き行きたい。それではねガチャ引いていきたいと思います。つい先ほどまでプレイしていて7万ポイントまで貯めました。これでなんとかね引きたい 0.5% の U ランク Z 来るか。さあ行きます、お願いします。さあ頼むぜ。お、なんかこのアクションかっこいい。赤いウィスパーか、全赤か、マジか。しかし赤から来る可能性全然あります。頼む、コラボキャラ来たんじゃないの。 SS ベルサ来た。これは 1.3%、 まあここでね確実に抑えておきたい。特殊能力付き、これはエスタバニア城の魔の敵に対してダメージアップなんで、これは魔の攻略むっちゃ助かるよ。さあまず1体ゲット、調子よ、いくぜこの調子で。まあしかしこのね 1.3% よりもエスタバニア城夜の魔の特殊能力のね U、 そして、ああ今来たかと思った、良き、この2体を引くことが一番攻略だよね。まあおそらくねこの清めの湖の間、そしてエスタバニア城の間に関しては特殊能力持ちキャラなくてもねなんとかいけると思うんですよ。ただエスタバニア城の夜、こちらはね何がしかないとね、まあ最初のうちはいけるんだけどレベル7が多分厳しいよね。最悪Y ポイントを貯めて金が1個、ちょっとね金率が低いな今回。お願いします。早めにランク Z の U が引ければ特殊能力ダメージアップとダウンがね両方あるんで、正直他のキャラがなくてもねおそらくいける。だから U 取ったもん勝ちだよね。お願いします。まあ最悪 U が引けなかったらアーシャ姫、4000ワイポイントは高いけど魔をね27回クリアして交換すれば特殊能力夜の魔に対してダメージアップがあるんでいけるかな。おっ、厳しい厳しい、マジか。4500早えな、そろそろ引きたい。お願いします、頼む、チャリーン、ゴールドのウィスパー、金が2つ、これはワンチャンあるんじゃね。さあさっきね赤から SS ランク来ました。なので赤から SS ランクは普通にある。ベルサ来たんで今度ガバラス来てほしい。まあ最悪ね U に関しては確率アップしてないんで、まあ3日後ぐらいにね確率超アップが来た時に狙ってもいいでしょう。ただ
その他のキャラ、ヨキとかね、お願いします。マジか、マジか、マジか。ちっちゃい秘伝書いっぱい。マジか、厳しいな。まあその他のね、ヨキとかに関してはちょっと今回が多分一番ね、イベント始まった、おっ来たぜ、ゴールドのウィスパー。金が1個、金率低いな。まあでもこのカプセルの色は演出なんで確率には関係ない。さあアイコン来たよ。普通に赤からランク G 飛び出してくることはあるある。やべえな今回。なんか前回のガチャはね、そろそろコンプリートしてたんだよね。おっ、止まってほしい、せめて止まってほしい。今回ガチャから引くキャラが多いんで、やばいよこのペース。おっ、一瞬止まったかと思った、焦ったね。ああ、チケットか、チケット来るか。アイテム確率低いはず。さあそして今回なんとガチャに精霊版バレア入ってるんだよね。ただし 0.25%、 相当低い、 U を引くよりも厳しい。でもバンバレアはね、この間の攻略ですっげえ使えるんで、正直 U を引くよりも当たりだよね。全赤回やべえなマジで。なんでだ、最近やっぱ神引きが連発していっただけあって、運を使い果たした感はある。止まれ、やべえ、ベルサだけではさすがに辛いだろう。よろしく。まあいろんな作戦があるよね。逆にこの3日後ぐらいの確率超アップをいきなり待つっていう手もある。だってさ、このランク G の U 引けばさ、他のキャラなくても多分いけるんで。しかしこの二の国ファンとしては、まあ特殊能力持ちどうかに限らず引きたい。もう今回のこのねコラボがすっげえ楽しみで、このために来たよ。金が2個か。このためにね、任天堂DS 版のね、二の国プレイしましたよ。まだクリアしてないけど、 PS3 版やれよみたいな感じありますけども、僕はプレイステーション3持っていません。頼むぜ二の国。 PS4 版とね、今度 Steam で PC 版出ますけども、そちらもねプレイしたいと思います。そっちはなんかリマスタリングっていうことなんで、多分内容は一緒だけど画面は綺麗になってるみたいな。せめて リメイクしてほしかったよね。だけどそこはリメイクじゃないんで、おそらく当時のキャラクター、あう、当時のねキャラクターボイスをねそのまま使ってくる。新たにね特になんか作るってことは多分ないと思います。やべえな、やべえぞ何も出ねえぞ。お願いします、頼む。何もなしは厳しい。しかしもう100連ぐらいしてんだよな。二の国、音だけパターン来た、来た、来たよ、これ来たっしょ。金蜜、これで来なかったらちょっとやべえ、ちょっとやべえって言いつつやべえ。100連してこれってやばくね、逆に。お願いします。あー、 Y ポイント貯めるのは大変なんだよね、使うのはあっという間です。お願いします。とっ、さあここからが真剣勝負。春王宮騎士
はるちゃんね、ゆうの奥騎士、お願いします。さあ、どっちだ、おっ、厳しい、とっ、マジか、厳しいな、これ。そろそろ来てほしい。お願いします。ワイポイント4500。よしよし。来た。しかし金は2つ。金は演出。よしよし。やべえ。せめて、U が出なくても良きがあればね。ダメージアップ、なんとかなる気がする。強敵だよね。できればね、無課金で攻略したい漢方ね。120円高いんで、おっしゃっす。確率渋ってるのか？焦りました。おっ、あーと、マジか、チケット、どうした、なぜ出ない。今なんかその出ないテーブルにあるのかもしれない。ちょっと時間を置いて回した方がいい時もある。ベルサはね、いきなり来た。あー、来い、赤から来い。どうした、早く、俺は二の国コラボ気まぐれゲートやりたいんだ。まあ、なんだかんだ言ってね、気まぐれゲート、Y ポイントが稼げるイベントなんて言われてますけども、特殊能力持ちのキャラがあっての話なんで、現状厳しい。レベル7攻略どころか、レベル7までたどり着かないっていうね。おっ、あっ、何百連させるんだよ。やべえ。オルシャス、頼む。やべえ、4500。単発で引いた方がいいのか。いやいやいや、10連で引いた方が絶対得だよね。力は全然感じません。なんだこれ、マジか、あるあるだ。来い、厳しい。幻魔将軍、どうした、お願いします。と、マジか、どうした、これ、どうした、どうしちゃったんだい。とりあえずね、イベント走っていきたいなと思います。マジか。